皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。そして皆さん、こんにちは。千葉県流山市役所マーケティング課の川尻和歌子です。では引き続き川尻流コミュニケーションということで、東電では14年間、結構長い期間いらっしゃったということなんですが、そのもう一つこう成長のきっかけになるようなことがあれば、さらにお聞きしたいと思います。営業をやることになりまして、私そもそも営業って得意ではないと思ってて、か好きで、そうで今すでも好か？きでもないんですけど。意外なんですけど、すごく、あ、そう。感じでさ、営業もバリバリやりそうなんですけどそうね。なんですよ。私、すっごいいろんな人にそういうふうに言われるんですけど、ただ、プライベートでは、もう石川先生には言って、もう告白してるんですけど、ね、つながり下手で、本当、コミュニケーションそんな得意じゃないので、誰も結構ね、信じないじゃないですか、それって。そうなんで今すのよ。川尻でさん見も、てると石川信じ先生る。もですよね。あ、そうだ、私も実はあんまり好きじゃないみたいなところは。そう、なんかコミュニケーションやってる人ってね、いつでもこういうテンションかと思われるけど、結構そんなことなくて、一人が好きとかね。なんか、ですよ。みんなの中にいるのあんまり好きじゃないとか、そうなんね、です。手を挙げ、実はあんまり自分で発言するの好きじゃないとか、聞き役の方が楽みたいな、なんかもうね。全部が共感でしかないです、本当。一生懸命努力して仕事としてやってますっていう人は意そうな外んとで多いんすですよ。よね。だからプライベートはなんかもうすごい黙って引きこもってるとか、すごい映画をひたすら一人で見るとか、そういうことをやってます。ね、そうなんです。だからそういう意味で、あんまり得意ではないし、いまだにプライベートでは自分が好きとか気に入ったものを人におすすめするっていうこともほとんどしないですし、そういう意味では本当に営業って自分としては全然苦手分野で、と思っていたのですが、当時の上司に営業やってみたらいいんじゃないかって言って、営業のそういう研修があるから、研修行ってみないかって誘われて、で、まあ上司が、いや、全然合うと思わないけど、上司がそう言うならと思って、まあ、チャンスも与えてくださっているのかなと思って、営業の研修に行って、営業の職に配属されたっていうのが、ちょっともう一つの転機かなとは思います。はい。まあ、驚いたっていうか、結構困惑したんですか？さ、い、言ってくそれっうて言なわんれです。たとえ、き。なんで私に営業とかって思って、いや、なんかそんなの無理でしょうみたいなことが、いや、なんかコミュニケーションがちょっと上手そうに見えるとか明るそうに見えるのと、なんか営業って全然違うでしょっていうふうに思って、いやいやいやと思ったんですけど、でもただなんか、自分で思ってる姿と、やっぱり他人から見られる姿ってちょっと違い違うんますだろね。うと思って、まあ、とりあえず上司がそう言うんだったら、ちょっとかけてみようかなって気はあったんです。それはやっぱり、ね、人からこういうおすすめされたらやってみるというのはね、大事だと思う。自分が知らない能力って意外とそういったところで見出されたりするからですと思ね。いました、私もその時。はい。それで行ってみて、じゃあそんないやいや、びっくりしたけど別にいやいやってわけじゃなくて、まあ、そういうんだったらやってみるかみたいな形でで。も営業はできる気はしなかったんですけど、そうですか。でもまあ言われたからちょっとまあいいかなと思って、やってみようかなと思って。で、やったら、で、結果として、営業が未だにじゃない、未だに、好きではないんですよ。今も営業っぽい仕事をするときもあるんですけど、いまだにすごい好きとか楽しいっていうふうには思えないんですけど、ただ得意ではあるとは思ってます。ちょっとそこの違い知りたいですね。好なんきじゃないか、けど得意っていうことは、まあやれるっていうか、結構やれるみたいな、そうそのそうで仕す、そう事でとす。して割り切ってやるってことですか？そうです、そうです、そうです。なので、要は、営業は天職ではないと思いますけど、ただ得意、いわゆる人に求められる仕事と、なんか自分の好きな仕事とかっていろいろよく世の中でも言うと思うんですけど、自分の好きな仕事というわけではないんですけど、営業は。人に求められる、あなたはこれをやったらある程度の成果が出るって求められる仕事の中に営業って入ってるなと思ってます、私の中では。はい。で、その成果を実感したのは何かあったんですか？実際やっはい。てみて。なんか営業って言っても、まあ、東京電力の営業って、まあ、オール電化住宅をご紹介して、まあ、採用していただくって、要は採用していただくって、ハウスメーカーさんとか、そういったところに営業をかけていくっていうことですね。なので、一般のお客様にこう広く何かこう営業していくというよりも、それ一般のお客様ってプロモーションになると思うんですけど、本当にハウスメーカーさんというようなサブユーザーさんに営業をかけていくっていう仕事をして、いたんですけど、そこで、やっぱり、営業って、
自分が培った合コンのテクニックがものすごい使えるなっていうのが、もう一回合コンテクニックを引っ張り出して、合コンテクニック復活ですね。そうなんですよ。で、結局人をその気にさせるっていう意味でいくと、営業と合コンっていうのはやっぱり共通点がありまして、それでただですね、合コンの場合は自分を気に入ってもらうっていうことなんですけど、ただでそれでモテるっていうことなんですけど、営業はやっぱり当たり前ですけど、もっともっと全然角度が高いというか、難しさのもうレベルが違っていて、私を好きになってもらっても、買ってもらったり採用してもらうっていうのはもう会社の判断だったり、コストをかかることなので、別のもう判断軸になっていくので、まあ、あなたのことはいいと思ってるけど、うまくいかないみたいなことがすごくあるので、全然数段難しくはありました。じゃあ、さらにその磨きをかけなきゃいけなかったわけですね。私のこの合コンテクニックが引っ張り出しつつ、さらにもっと違う視点のものを入れていくっていうことですか？そうです。おっしゃる通りで、その最初のやっぱりこう気に入っていただく、自分自身を気に入っていただくというのはまず一番営業には大事なことで、嫌いな人からはもう話も聞けない、うん、そうですね、営業ってやっぱりアポイントが取れないといけない、次実際リアルに会うお約束ができないといけないので、そのお約束をする際に嫌われてたら多分お約束ができないので、好かれるというのはまず一番大事なんですけど、その後やっぱり好かれたところでその人は動かないので、その人のメリットになることじゃないとその人って動かないので、そういう意味では相手のメリットをこう どれぐらい営業で語れるかみたいなところ、だからその自分にモテるというよりも相手がどういうふうにこういう私のこの仕事を進めたことで相手がどれだけこうその人にメリットが得られるのかみたいなところを想像して話を組み立てて持っていくみたい、提案として持っていくっていうスキルを磨かなきゃいけなかったです。そうすると、まあ、やはり相手目線に立つってことは、大きな、転換というか合コンの時も相手目線なんだろうけど、やっぱり基本は自分軸だからそうなんです、ですね、そうなんです、だから結局そのまずはでも一番最初の聞くっていうのは合コンとも共通してるんですけど、相手の課題をまず聞かないといけないっていうのがあるので、ちょっと合コンとは違いますけど、ビジネスとしての課題、こういうことに困っている、まあ、会社全体として、相手方の会社全体としての課題とその担当者の方の課題っていうのは当然違うので、両方聞かないとまずいけなくて、会社はこういう方針でこういうふうに動いている、その中で僕はこういうことに困っているとか、こういう風になったらいい、もうちょっと自分がうまくいくと思っているみたいなことをまずは聞くみたいなところから始まって、聞かないと課題がまず聞き取れないので、そこはやっぱり東電の最初のコールセンターの知識もすごくスキルも身についてて、まず聞いて、完全にまさらのオープンマインドで聞いて課題を、その方の課題を知るみたいなところ、だから合コンとコールセンターの両方の技術をこう結集して営業していく、でその課題を聞いたら想像力を働かせるっていうのはちょっと新しかった、そこは新しいスキルとして、想像力っていうのは、はい、相手の課題に対しての、さらにそのもっと深掘りをする、まあ、相手が言ってることが、まあ、全体の課題の多分全部は言わないから、そうですその一部分だから、もっとさらに本当の課題は何かとか、おっしゃる通りです、広げて想像していくということですかね。そうなんです。だから相手が感じてない課題でも、もうちょっとこう言ったらあなたもっと楽しくなるんじゃないですかとか、会社で結構いい感じになるんじゃないですかっていう想像力まで働かせる、だから会社全体とその人の両方の課題を聞くことによって、会社全体の課題をあなたはこういうふうにやったことによってこう解決できるかもしれないみたいな、そういうところまで両方聞いて、こういうストーリーでこうなったらこの人がきっといい立場になるだろうみたいな想像力っていうのを働かせていくっていうのがすごい大事で、でなんかそういういわゆるなんか営業はルート営業って言って、そういうふうにこう定期的に行ける人は課題もずっと定期的に聞けるからいいんですけど、結構初見で最初に行くときって本当に課題も想像でしかないっていうか、多分会社でホームページとかいろいろ見て、でまあその人がもし多少有名な人だったらその人が喋っている記事とかそういうのとかも全部読んで、おそらくはこういう課題を持っているんじゃないかみたいなことを想像して仮説を立てて話しに行くっていう、で話しに行っていく中で私の立てた仮
説通りになっているのか、それともあ全然違うなっていう時もあるので、うん、そこでこう全然違う時にもう一回聞いてみて立て直していくみたいなところの瞬発力とかもいるかもしれない。そういう意味ではかなりこうグレードアップしてるというか、会社としての、ね、営業ですからね。瞬発力みたいなところは営業ではついたかなというふうに思います。はい、なかなか面白いですね。じゃあ営業をやることによってなんか意外と私得意っていうふうに。そうなんです、そうなんです。あんまり別に気がついたと好きではわけではないんですけど、うん、そういう想像力とを働かせて相手が、うん、いやそうなんだよ、本当そうだよ、いや実は困っててねとかっていうふうに言うと、やっぱり、うん、なんでしょうね、私どっちかっていうと仮説が当たるとかがすごい楽しいんだと思うんですけど、生活的に。だからなんか営業行った時に、あ、そうなんだよ、それって言ったら言われた時に、よし、やったみたいな。いや、だったな、ビンゴだなと思って、いや、だからこういうのありますよっていう話とかをしてて、まあ、ちょっと考えてみようかなっていう話になったりとかいう、なんかこう、相手の反応が見えてくると、すごい楽しくなってくるから。だから好きではないけど、営業は楽しかった。うん、楽しいです。確かに営業ってね、やっぱりコミュニケーションですからね。そういう意味ではすごく、うん、反応があるって本当双方向で進めていかないと成功しないから。そうなんですよ、ね、コミュニケーション力を磨くにはすごくいいですよね。そうで、なんかそれが、まあ、自分だからできたみたいなことを実感しやすい仕事だなと思っていて、そのあなただから任せるとか、あなただからこういうふうに採用しましたって言われると思う、ものすごい嬉しいですよね。それは最上のやっぱり喜びの中の一つかなというふうには思うので、そこは本当営業の醍醐味なのかなとは思います。はい、まあ、今回のキーワード想像力っていうのがね、一つまた入ってきたなというふうには思いますけど、まあ、リスクマネジメントもです、はい、結構ね想像力って大事 で、まあ、課題の洗い出しって、ね、あらゆるこうリスクをね洗い出すっていうこともあるので、うん、まあ、そういう意味では想像力ってすごく大事。コミュニケーションにおいてやっぱりこう相手とコミュニケーションしながら目の前のことだけじゃなくていろいろ想像力を膨らませるとかいうことによって、うん、まあ、課題も浮き彫りになるし、うんうん、まあ、新たな問題が創出できて、でそこにの解決に向けて努力 していくということができるので、そういう意味ではすごく共通するものがあるなと私も思います。うんうん、はい、ということで、じゃあそろそろ時間になったので、はい、当店はこれでおしまいそうですかね。今度はまた次の動画で、新たな展開で流れ、はい、そろそろ流れ山市に入りそうですか。ちょっと次の動画、皆さん お楽しみ、お待ちください。ちょっと次はまた打ち合わせしてから決めます。はい、ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。